今日はですね、ビニーカルタフレーズ第2弾ですね、16分音符の5つ割りのフレーズをですね、解説したいと思います。まず手順はですね、フラム、右、左、左足、こうですね、はい、はい、5割りで、これのポイントはですね、5つ割りを、四分音符でですね、こうはめた場合にアクセントがちょっとずつ後ろに移動します。アクセントの、移動することを覚えると比較的簡単です。アクセントの移動はこんな感じですね。いきますよ。こういうことですね。1拍目の頭、2拍目の16分音符の2個目、3拍目の8裏、4拍目の16分音符の4個目、そして1拍休みですね。なのでリピートは4分の5でリピートします。はい、なので4分の4のフレーズで大体みんなソロを取るので、1拍ずれる4分の5をリピートするというところでちょっとややこしいんですけども、覚えればそんなに難しくないですね。こういう感じですね。ダグドグドガドグドグダグドグドガドグやってみてください。またね。